現在の三井住友銀行の前身の一つで、相互銀行を前身とする都市銀行である。本店は東京都中央区の五福橋交差点際に立地していた。1940年、川崎財閥の愛用、e、無人を中心に、東京市内の無人会社五社が合併し、第二本無人が成立。その後同社は政府の干渉に基づき相互無人一社を除く。 東京府内の無人会社を統合。終戦までに神奈川県、埼玉県、山梨県の無人会社を統合した。また、1946年新州無人を合併した。1948年、日本無人と解消。その後総合銀行法の制定により、総合銀行に転換し、日本総合銀行と解消。この時点で、総銀会のリーディングカンパニーとなり、 時は相互銀行や第一相互銀行が経営危機に陥った際には率先してこれを支援した。無人会社相互銀行という業態のため当初の取引先は中小企業がほとんどであったが高度経済成長期において当初は中小企業であった取引先の成長とともに日本相銀も急成長しその一方で相銀特有の零細融資である。 総合掛け金の取扱い高は減少する事態となり、大倉省から河野和幸社長を迎えた頃はもはや、地銀上異業をしのぐ内容となっていた。そのきっかけは、1963年に、坂口義久が急逝し、旧友の池田隼人総理大臣が、日本長期信用銀行副頭取に甘下りしていた、河野に公認社長就任を要請したことに橋を発す。 長銀の副頭取から日本総合銀行社長に転職では役不足だったが池田がこうのに普通銀行に転換すれば預金量から行っても即日都市銀行になるすぐに法律を作らせると口説き当時の大倉事務次官医師の新一に合天法を作らせた1967年に太陽生命保険と業務提携 先の法律によって1968年普通銀行に移行し、太陽銀行と解消、同時に都市銀行の一角に加わった。この際には当時、大倉省銀行局長であった住田里氏が骨を折った。河野和幸は太陽銀行になってからも引き続き同行の頭取を務めた。時を同じくして、都市銀行は三井銀行と東都銀行の合併。 第一銀行と三菱銀行の合併発表、日本官僚銀行と第一銀行の合併による第一官僚銀行の誕生といった再編の動きを見せていた。当時、都市銀行の中で神戸銀行が採用特殊成功倒産事件などを機にやはり大倉省から石野新一を頭取として迎えていた。石野は河野の後輩で共に大倉省時代に 大倉時間を経験しかつて先輩後輩の中であった河野と石野とのトップ会談により一連の金融再編の動きの末に都市銀行会同士になっていた太陽銀行と神戸銀行は合併1973年10月1日に太陽神戸銀行となった神戸銀行を存続会社都市本店も金融機関コードも神戸銀行のものをそのまま引き継いだが 本部機能は東京と神戸の2本部制とし太陽銀行時代の本店は東京本部となった。合併に際し、太陽銀行はリテール、関東地方、神戸銀行は大企業、関西国際取引に強みがあり相互保管できるとの期待もあったが、言い換えれば水と油のように異なっていた両好でもあり、合併がトップで決まったこと。 合併発表から合併までが短期間であったことなどで合併後も長くこの色彩が続くことになった。また東取については、1990年に三井銀行と合併するまで内部人事を行うことがないまま、大倉省出身者が歴代就任した。日本総合銀行末期の営業エリアは、関東地方一円、甲信越、静岡一円、愛知県一円、 大阪府の内大阪市と一部の地域であった。金融機関コードは、日本総合銀行時代は0523、普通銀行に転換後の太陽銀行は0021であった。ありがとうございます。